乱末期、黄巾の乱を端緒に天下は混迷へと向かっていた。困窮した民衆の蜂起によりあらわとなる漢王室の衰退、その最たる要因は帝のそばでうごめく宦官たちの専横である。中でも長城ら十条寺は官室の意向を盾にし権勢を欲しいままにしていた。官室の外戚家臣をはじめとした諸侯はこれを排すべく決起、宦官を駆逐せんと武装して宮中へと踏み込んだ。その中に一人の男の姿があった。呂布、あざ名を宝泉、並外れた旅力と旧馬の才を持つ異常夫。彼は宦官と対立する義父丁原に伴われ総統に加わっていた。力を示したい呂布にとって宦官の駆逐など辞儀に等しい。だが彼の運命はこの騒乱を機に大きく動き出すことになる。排除は官室の大事ぞ。お前は我が養子、帝のため、そしてわしのためしっかり働くのだ。このくだらん騒ぎすぐに終わらせてやる。両夫よ、官室の安寧のため尽力するのじゃ。さあ出てこい宦官ども。あれに見えるは十条寺の一党、一人たりとも逃すな、打ち倒すのじゃ。兵を呼べ、奴らを駆逐するのだ。さすれば敵は烏合の衆ぞ。よくやった、褒めて使わすぞ。帝はどこじゃ、この東中衛が守ってやろうぞ。天霊、長城らが脱出を図っている模様。帝の姿もそこにあるとのこと。奴らのこと落ち合う場所も決めておろう。残る十条寺から居場所を聞き出すのだ。よもやこのわしが。なんと家臣が死んだか。所詮の成り上がり者はその程度である。これよりこの名族全本主が指揮を執る。皆私の下で大いに奮戦せよ。この世の最高とは。
私は何のために宦官に上場のことなど知らぬ。どうか命だけは。お助け。長女など知らぬ。知っていてもそなたらに教えようものか。無用な血は流さずともよい。ただ奴らの居場所はそうするんですか。いかたならしにもならん。まだだ、まだ暴れ足りんぞ。くだらん、こんな奴ら切ってどうなるというのだ。よくぞ駆けつけてくれた。頼りにするぞ。報告、長女の居場所が判明。馬車の準備をしています。帝を奪われてはならぬ。何としても奴を止めよ。やった、褒めて使わすぞ。の前を素通りできると思うたか。のけ、我らの邪魔をするじゃない。頂上に鉄槌を下すのみ。行け、両夫よ。ふん、くだらぬあがきだ。突出すればどうなる。身をもって知るがいい。足の知略が破れようと。敵将、討ち取ったぞ。官室を乱す者どもはついえた。これよりは諸侯皆手を携え帝を支えようぞ。それこそが。アホが、貴様まだわからぬか。要は乱れたならば、それを治めるのは何じゃ。力じゃ。力で逆らう者をねじ伏せる。それが天下を治める道よ。なんと悪辣な。両夫よ、こやつは官室にとって獅子身中の虫。切れ、切るのじゃ。ほう、貴様両夫というのか。そのアホを捨てわしの養子にならぬか。貴
様もわしと同じ側であろう。その力天下に示すがいい。呂布よ、何をしておる。さあ答えを聞かせよ。行くぞ。俺を楽しませろ。腐敗の後に訪れたのは暴虐であった。呂布たちの活躍により剣聖を振るった宦官は駆逐される。だがこの総統の中、有力者であった家臣が死亡。一方で西方の豪族董卓が帝を手中に収め権勢を得た。この時呂布は董卓に同調、義父丁原を切りその幕下に加わる。その後董卓は高位の職に就き、帝を拝立するなど専横を極めた。これに対し袁紹、曹操らが諸侯を束ね連合軍を結成。董卓を打倒すべく要衝古老館へと軍を進めた。董卓は形勢不利と見るや、すぐさま長安への遷都を決定。呂布と同じく配下である長領に洛陽からの撤退戦を命じる。乱世の鬼神呂布、その運命はまだ他人の手のひらの上にあった。両方戦の部、誰にも止められはせん。諸侯は董卓殿の専横を糾弾している。その言い分も分からぬではない。だが今の私は董卓軍の将ならば、その本分を全うするのみ。あなたが呂鳳仙様ですか。お名前は董卓様から伺っています。大変お強いのだとか。お前名は。私は長仙と申します。お見知りおきくださいませ、鳳仙様。愚図な諸侯どもがこぞり寄って、わしの主治肉林の夢が水の泡ではないか。仕方ない、洛陽はくれてやる。帝さえいれば都などどうとでもなるわ。呂布よ、貴様は長安までわしを守れ。古老館が破られる前に逃げ切るのじゃ。逃げるだと、つまらん。董卓、俺を古老館で戦わせろ。つべこべ言わずわしを守るのじゃ。何をしておる。さっさと門を開け。アホどもになど付き合っておれんわ。洛陽まで下がり、そのまま長安へ撤退じゃ。撤退だと、ふざけるな董卓。歯向かう奴は力でねじ伏せるのだろうが。やかましい。わしを危険にさらす気か。ぐずぐず言わずわしを守るのじゃ。約束董卓を逃がすぞ。うるさい虫けらどもめ、さっさと追い払うのじゃ。
タント弾んでやるぞ。部隊はまだ奮闘している様子。一度合流し体勢を立て直してはいかがか。わしは何としても逃げる。かくなる上は五郎冠を突っ切るぞ。トータク、やはり楽陽へと引いてきたか。しかしこうもうまく裏に回り込めるとはな。よその妙な軍師の言う通りだ。俺もここで脱戦果をあげるぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。今こそ出番ですぞ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。乗れ。これで勝ったと思うなよ。おお、素晴らしきお働き。ヤク文献お手合わせ願います。いざ。最強の武を見せてやる。おのれ、どこまでもわしの邪魔をしよって。許さんぞ。心に感じて強化は受け止めらおうか。ザコども、口ほどにも誰か俺を楽しませる奴はいないのか。ここを通りたくば拙者が相手だ。いざ半運送が義の刃受けてみよう。貴様少しは楽しめそうだ。
嫌な感じしてたけどな。また頼むわ。敵将撃ち取ったぞ。たった一人で我が武力の餌食になりたいらしい。これは東卓軍の皆々さん、そんなに急いでどちらへ行かれるのかな。私は陳旧、あざなを高台と申す者。どうかお見知りおき。雑魚に用はない。ここは手厳しい。私は貴公の部に利となるものやもしれませんぞ。呂布殿、いずれいずれまたお会いしましょうぞ。炎上に待たせたな。董卓、貴様の戦王もここまで。そうそう、ならば今こそ総攻撃である。狙うは董卓、奴を古老館から逃がすな。炎照明、調子に乗り寄って追いつかれる前に門を突破するのじゃ。雑魚が群れたところで俺にかなうか。来い、一人残らず蹴散らしてやる。このまま落ち死んじまうかと思ったぜ。礼を言わなきゃならんな。フン、何をしているカイウ。こんなところで雑魚に手間取るな。おう、救援か。すまん、本に切るぞ。古老館に散る覚悟でした。救援、痛み入ります。トータク、俳優に切らなさい。ならばその首、わしがもらっていくとしよう。そうそう、またぞろわしの前に立つか。誰か、早うこやつを八つ裂きにせよ。お前ら、向きで戦え。わしの七肉林が遠のくではないか。救援か、ありがてえ。俺たちは見捨てられたかと思ったぜ。董卓、貴様は猛徳の道の妨げだ。この場で切り捨ててくれよう。敵将撃ち取ったぞ。素晴らしいご活躍、お見事です。お見事、見せつけてくれますな。戦は知略でするものだ。見せるがよい。
った。わしに何かあったらどうするんじゃ。おお、なんとも勇ましい戦ぶり。これ以上は持たぬか。おお、素晴らしきお働き。これ以上は持たぬか。その首もらい受ける。いざ援軍とは願ってもない。まあ巻き返しましょうぞ。いざ長州と勝負してもらおう。この勢い誰にも止められますまい。お前の相手はこの孫軍隊が務めよう。いつもながらお見事な武勇。残念出番もありません。官室の名族炎本書が成敗する。我が知略
三国武装だ。お見事、見せつけてくれますな。龍が最強、来い。俺こそが最強。よくやったぞお前たち。分の悪い戦などアホのすることよ。このまま長安で帝をいただけばわしの勝ちじゃ。それでは古老館で倒れた者たちが。呂布殿、これが奴の戦か。呂布よ、礼を言わせてくれ。お前がいなければ俺はあの時無様に死ぬところであった。ふん、つまらん戦で死ぬことはない。まったく、でかい借りができたわ。呂布、長領らの活躍により董卓は洛陽を脱し長安に入った。この時古老館で戦った海遊も呂布たちの援護で無事退却する。続く董卓の戦後、天下は疲弊し官室の権威は失墜の一途をたどる。これを打開すべく官室の重臣たる司徒王胤は一計を講じた。まず自らの養女長仙を董卓のそばに仕えさせる。その一方で長仙を呂布に近づけさせ董卓を斬るよう仕向ける。連環の計、王位の毒をもって暴虐の毒を制す秘策。長仙は義父の恩に報いるべく言葉巧みに呂布をたぶらかす。果たして呂布は長仙を信じると董卓暗殺のため武器を取った。野心、大義、豪恩、情念が渦を巻いて長安を震わせる。呂布の刃は、長仙の思いは、暴虐の王董卓を倒せるか。呂布戦の分、誰にも止められはせん。王政様、董卓様は非道なお方、どうかそのお力で打ってくださいませ。そうでなければ帝は、はそして私も。長仙、分かっている。もう何も言うな。俺が董卓を斬る。お前の悲しみももう終わりだ。戦いもせずにただ欲を満たすだけとはな。董卓、所詮奴も豚だったか。見ていろ長仙、俺がお前の悩みと悲しみを打ち砕いてやる。出るぞ、門を開け。開門します、ご武運を。長安に入る手はずは整っています。宝生様、まずはお父様と合流しましょう。なに、よくと朝鮮が裏切っただと。まとめて奴だけにしてくれるわ。おいど、過去に用はない。死にたくなければ道を開けろ。両夫になんて勝てるわけねえ。おお、素晴らしいご活躍。お父様、ご無事ですか。お約束通り呂布将軍をお連れしました。おお、よくぞ。わしは大事ない。さあ、共に董卓を討とうぞ。
東卓は脱出を目論むはず。まず西の橋を塞ぎ、奴の逃げ道を断つのだ。まだ猛獣が放し飼いにされて、うまく従えれば役に立つやもな。この俺が相手だ。はい、ここは引く。西の橋まであとわずか。なんとしても東卓の戦後に終止符を打たねば。どうにもならん。手下など面白くなかろう。俺と来る。この身に変えてもここは守らねば。
ここは何としても死守してみせる。消えたくはなかったが、これも乱世目指せ。いざ覚悟めされよ。さすがは呂布殿、無双の分感服つかまつった。呂布殿、どうかご同行をお許し願いたい。我が部のあるべき姿を探すために。フッ、いいだろう、ついてくる。長領殿が敗れました。何、長領までもか。誰か早く奴らを八先にせんか。わしはここで董卓の逃げ道を塞ごう。緑将軍と朝鮮は東から奴を追い立てよ。アホども、いつまで手を焼いておるのだ。早く裏切り者どもを討ち取れ。待っている朝鮮、伏せろ。すぐに董卓を倒し、お前の願いを叶えてやる。頼もしいお言葉、ありがとうございます、宝泉様。こうなったら長安などくれてやるわ。わしは死ぬわけにはいかん。さっさと開門せい。なんじゃ、橋がかかっておらんではないか。人も寄せつけぬ分。さすが宝泉様です。よく、妖怪に惑うとは情けない。手触れ、俺の傲慢さを食い入るがいい。手応えがないな。うさくも練り直した。だけでも始末しておく。すでに長安は包囲している。まあ東西の侵入路は潰されていたがね。宝泉様、ここを脱出しましょう。董卓は倒せました。これ以上は。包囲を突破するぞ。助かったぞ。だが、わしがいては足かせか。ならば、ここはしばし身を隠すとしよう。さあさあ、秘密の兵器の出番だ。トラがいるぞ。これじゃ兵器なんて操作してらんねえ。
虎が相手じゃ策も片なしだ。呂布もなかなかやりたい。どうして虎がこんなところでじっとしてられんか。これはまいった。まさか虎を使って石油を湧き出すと。呂布よ、派手にやっておるな。どれ、俺も共に暴れるとしよう。おお、素晴らしきお働き。もちろん策を練り直した。何でも寄せつける武器。さすが宝泉様です。素晴らしいご活躍。かように失態を演じるとは恥ずかしいかよ。お働き。なんという武勇。敵将討ち取ったぞ。この首もらい受ける。いざ。できる舞台がなんという武勇。敵将討ち取ったぞ。余計なチャチャが入ってきて策が台無しだ。ここまでやられてか。いやいや、俺にしては十分義理は果たした。今日のところはこの辺に。さすが宝泉様です。死ぬザコども。
方仙様、私は戻ります。父はきっとまだ長安に。えい、なぜ俺が長安を追われねばならん。俺は帝のために董卓を討ったのだぞ。宦官も董卓も俺を追った奴らも皆同じか。俺は必ず戻ってくるぞ。いつか長安に戻り、くだらん奴らを叩き潰してやる。本仙様。ん？長仙、無事だったか。私はこれから父が安らかに過ごせる地を探します。父ももう長安にはいられませんので。ですが必ず戻ってまいります。宝仙様のもとへ。それまでどうかご無事で。わかった。